出会いと別れと、数々の別れのシーンを彩った曲。第1話で鬼スズメを撃退したサトシが、謎のポケモンを見るシーンをはじめとして、キャタピーがトランセルに進化したり、人影をゲットするシーン。第28話で、タケシがロコンを預かるシーンでも使われた。